今回は今ローソンでやっているキャンペーンの紹介です。キャンペーンが5月15日から5月31日までのキャンペーンで、対象のお菓子3つ購入するとリラックマの小皿が1個もらえる、そんなキャンペーンが今やっています。はい、対象のお菓子はダースとかハイチュウとか100円ぐらいのお菓子から、まあ、高くてもプリングルスの200円台ぐらいのお菓子まで結構たくさん種類があって、その中から好きなものを3つ選んで、それと一緒にレジに持っていけば小皿がもらえます。期間がもう5月31日までなので、もうもしかしたらね、もうすでになくなってる店舗もあるかもしれないんですが、私がよく行くローソンはまだ結構数残ってました。なのでね、せっかくなので今回小皿もらってきました。交換したのはダースとスパイチュー、なのでまあ300円ちょっとぐらいかな。はい、それでカラスのお皿1個もらえるならすごいお得じゃないかなと思います。はい、ちょっと小皿見てみましょう。はい、ガラスの小皿。イラストはね、リラックマがパンを食べてるイラストですね。すごい可愛いですね。手書き風のイラストになっています。はい、でガラスのお皿なので、はい、透明ですね。でこう周りにリラックマのイラストと美味しそうなパンのイラストがいっぱい書いてあって、とっても可愛いデザインになってます。はい、リラックマベーカリーってなってますね。こんなお皿です。でちっちゃいですね。手のひらに乗るぐらいのちっちゃいお皿になっています。まあ、無料でもらえる景品ですけど、結構可愛いんじゃないかなと思います。はい、でリラックマ好きな方、ぜひねローソン行ってこのキャンペーンもしやってたら見てみてください。では今回はローソンで今やっているキャンペーン、リラックマのガラスの小皿がもらえるプレゼントの紹介をしました。気になる方はお早めにローソン行ってみてください。はい、では今回は以上です。ご視聴ありがとうございました。